ういう意味かね。敵補給基地を落としてもらおう。そうだな、8巻ほど君に与えよう。君ならそれで十分だろう。気をつけてね、おじさま、体強くないんだから。司令官殿、私は当てにならない餌に釣られてのこのこ軍を動かすようなどこぞの国の政治家とは違います。ついでにクッションもお願いしますよ。俺は育ちがいいもんで。西暦1994年、巷では七都市物語がとっても面白いと評判が立っていた。クンロンのお土産は七都市物語のビデオがいいな。私もお金を貯めて七都市物語のビデオを買いますよ。七都市物語のビデオを買ってくれないと僕拗ねちゃいますよ。西暦2190年、性格の悪い男世界一決定戦が行われようとしていた。世界一の栄冠は一番くだらない洒落を言った者に与えられる。このダジャレ言ったのはダジャレ。隣の家に塀が立ったってね。塀？布団が吹っ飛んだ。西暦1994年、巷では七都市物語がむちゃくちゃおもろいちゅう評判が立っとった。クンロンのお土産は七都市物語のビデオがええな。わしかて銭ためて七都市物語のビデオとエルで両方こうたるわい。七都市物語のビデオ買うてくれへんかったら、わいほんまに拗ねてまうで。順将、何を見ているんです？アルマリック・アスバール、敵の司令官だ。ルックス、行動力、頭脳ともなかなかいい男だが、私には負けるな。まあ、うぬぼれ屋さん。
アスバールだ。ギルフォードの副官チェンバレンが注目を浴びているようだが、今回は私の部下たちを紹介しよう。私の隣にいるのは副官のボスウェル。私の後ろの髪の長い男は名前がまだない。名前を募集する。西暦2190年、性格の悪い男世界一決定戦が行われようとしていた。世界一の栄冠は一番足が速い者に与えられる。一番おじさま、訓練のお土産の七都市物語、とっても面白かったわ。でも、一つ疑問があるんだけど、エンドテロップの最後に出る文字、あれはなんていう意味なの？あれか。あれはドイツ語で、七都市物語という意味なんだ。勉強になったわ。アクイロニア元首でありながら数学が苦手なニコラス・ブルームは友人のリュウ・ウェイに個人授業を受けていた。じゃあ今週の授業を始めようか。ちゃんと復習してあるだろうね。すまん、未だに覚えられないことがあるのだが。足し算なんか簡単じゃないか、ブルーム。みかん1個とリンゴ1個、合わせて2個になる。これは相当時間がかかるかもしれない。マリーンです。七都市物語のキャラクターの第二の職業を考えてみました。おじさまはタクシーの運転手さん、アスバールさんは地理の先生、元首は小説家、私は喫茶店のウェイトレス。七都市物語をどうぞ。ギルフォードさんは日本野鳥の会の会員さん。